マーシャルアーツ日本キックボクシング3試合が行われた。青コーナーより日本フェザー級1位山崎道明選手の入場です。赤コーナーより日本フェザー級5位上田健二選手の入場です。フェザー級に登場したのは上田健二と山崎道明である。赤コーナーマーシャルアーツ日本キックボクシングフェザー級5位指導官ジム所属125パウンド4分の3上田健二。青コーナーマーシャルアーツ日本キックボクシングフェザー級1位東金ジム所属126パウンド山崎道明。ジャッジリー・チャンゴン、同じくジャッジ西内和夫、レフェリー山中敦夫。